生命を題材に理工学をする理つまり基礎を学び工つまり応用に生かします基礎は応用の種を生み応用を目指すには基礎を学ばねばなりません生命に関することは多岐にわたります健康や医療に関わること以外にも食品や環境も生命が直接関わっていますその基礎と応用です タンパク質の構造つまり形を調べることでその仕組みを理解する構造生物学という学問を専門にしています生体内で起こるいろいろな現象はほぼすべてタンパク質が駆動していますそのうち私たちが取り組んでいる研究対象は昨今臨床の場で大きな問題となっている多種多様な抗生物質が効かなくなってしまう 多剤耐性を引き起こすタンパク質の研究をしていますこのタンパク質の構造を詳しく調べ抗生物質が効かなくなってしまう仕組みを本質的に理解することは逆に薬剤耐性化の克服の道が開けると考えています。 タンパク質の立体構造解析は、生物化学分野の中では比較的骨の折れる仕事であると認知されています。そのようなことを目指す研究室ですので、タスク管理も含め、自分のペースで活動してもらうようにしています。生命理工学と聞き、高校生の皆さんは、 理科の科目でいうと生物だと思いませんでしたかつまり、いわゆる暗記科目なんじゃないかと。でも、構造生物学は生態内で働く分子を対象にした物理化学分野であり、大学では生物物理科学という学問に大別されます。皆さんの知っている科目が3つも混じっています。それって何って感じかもしれませんが、 実はこれらは根っこでつながってるんですそれを少しでも分かってもらえたらと思いますそれではこのタイトルでお話しさせていただきます今日の講義内容です私は生命理工学院から参りましたので今日は生命理工学の講義をします とりわけ、私の専門である構造生物学の話です。構造生物学というので、高等学校の理科の科目としては、生物に分類される話と思ったんではありませんか。でも、中身は結構科学で、だからこそ物理にも関係します。生体内で起こっている現象をきちんと理解することっていうのが、 構造生物学の目指すすところですそれはこの現象をその生命現象を科学や物理の言葉で説明できるようにするということです。またそれがきちんと理解できればそれを応用につなげることも可能になります。では私たちが扱うさまざまな生体内で起こっている現象について見ていきましょう。 ここに示したのはほんの一部なんですがさまざまな生体内で起こっている現象であります。合筋収縮、免疫応答、酸素呼吸、エネルギー代謝、神経伝達などなどです。そしてそれがうまく働いている時は健康な状態といえますが何かがおかしくなった時それはすなわち 病気になってしまうことですけれどもその時に体外からですねこういった化合物を服用します薬を飲むということですそして治療をしますそのののにに薬はどうのようよ生体内でで働くのでしょうもっと言うと光合成というのはどういう現象なのでしょうか筋収縮というのはどういう現象なのでしょうか。 免疫応答、昨今コロナのワクチンを接種した人もいると思いますが、このワクチンを打つことによって体内ではどういうような反応が起こっているのでしょう。酸素呼吸は肺で酸素をくっつけ、抹消でその酸素を渡してきますが、どのようにしてそのコントロールはなされているのでしょう。エネルギー代謝、お昼に食べたおにぎりやパン、そういったものもですね、すべて等しく ATP に代謝されていきます。 どのようにしてそれが行われていくのでしょうそういうことをですねそれ以外にもいろいろあるわけですがそういうことをすべてこの生体内で起こっている現象というものが生命理工の研究対象になりますまさに不思議の宝庫ですこれらをきちんと理解するということでありますでは次のスライドでまずこの光合成について取り上げてみましょう光合成 どこまで分かったらきちんと分かったことになるのかなということです。えー、光合成知ってるで。光合成葉っぱでやるやつやろ。お日様の光を浴びて水と二酸化炭素から糖質を作るやつや。葉緑体で行われるんだよね。そこまで理解できていたらもう合格です。明反応と暗反応あるんでしょというところまで言えればですねもう100点です。 しかしですね実際この光合成というのはどういう現象なのでしょうか光のエネルギーお日さん浴びてますけれども光のエネルギーって何なんだろううんあのポカポカと温かいあの熱エネルギーのことかな違いますよね熱エネルギーで光合成は進行しません光なんです。つまり電磁波とししてのののの光光がこの光合成の反応を推し進めるのです。 えー、光のエネルギーが化学反応を推し進めるってどういうことっていうことですよね。それを詳しく見るためにはやはり大学の生物学大学の生物物理科学が必要になってくるんです。見ていきましょう。この葉緑体の中のチラコイド膜というところにこのオレンジ色で書かれたこの4つほどのタンパク質が存在します。ここの主役たるこいつですね 高価格系にというタンパク質ですけれども、このタンパク質がこの反応を行います。水の電荷分離といいます。光電磁波としての光のエネルギーを受けて、そして水をこのプロトンと酸素に分解し、そしてこの電子をそこから引きずり出してきます。 すすごい反応ですね水みたいな安定な物質がですね光のエネルギーでぶっちぎられるんですよ水の電化分離と言いますその酸素を私たちは吸わせてもらっているんですねそしてプロトンのこの電気化学的なポテンシャルエネルギーを生みますしまたこの引きずり出された電子はですねこの還元力として NADPH に蓄えられますこの明反応 の産物はいうなればこの還元力と ATP の化学エネルギーということになるでしょう。えじゃあこのマンガンクラスターというこのチラコイド膜上の高化学系2のちょうどこの部分にあるこのマンガンクラスターは何をしているのでしょう。マンガンとこういった酸素などでできたこういう変てこな形をした金属錯体、こいつがですね光のエネルギーを もっと言うと電子がですね光のエネルギーによって霊気子高エネルギー電子になってなんて言うとですねおいおいそれ物理やんっていう話になってくるわけですよねもっと言うと大学で習うその量子物理の話になってくるわけですよねですのでえ生物好きやから光合成好きやから生物で物理選択せんかったのにって感じなんですけれどもそうなんですまあ 考えれば当然なんですけれども生物の体の中で起こっていることも化学反応であるがゆえに当然物理の法則に従いますのでその生物の体の中で起こっていることっていうものをきちんと理解したいとそうなっても化学や当然物理というものも必要になってくるわけです。そして明反応の産物としてこの還元力と化学エネルギーができました。それが反応に入っていてい この二酸化炭素とこの還元力と atp で持ってこの二酸化炭素から、えー、糖質ができます。ややこしい、こんな有機化学反応みたいになってますよね。そうなんですよえー。アン反応もですね。これ、純然たる有機化学反応ですね、えー、こういうものを見てもですねえー。ちょっと待ってと有機化学やん。それっていうことになるわけですよね。 光合成は生物で扱われることだけど、中身は結構化学や物理やでということです。で、このような化学反応はですね、このタンパク質が触媒しているということが言えるわけです。タンパク質が触媒知ってるで。小学校の時になろタたわ。アミラーゼですね。アミラーゼはデンプンを麦芽糖に変えると習いました。半糖膜に入れてたら、麦芽糖は出ていって、 そして、えー、要素でんぷん反応がというような感じでそこまで答えれたら100点でしたね。なしかし、えー、そのでんぷん麦芽糖アミラーゼこれを覚えておけばですねこの反応というものこの生命現象というのは分かったことになるのっていうことです。そ、えー、そもそもなんでアミラーゼは澱粉をを糖なのというところを 本質的に理解するということが必要になってきた場合やっぱりアミラーゼをきっちり見てみようよっていうことになるわけですね。ここです。ちょうどこの部分アミラーゼがこのブルーで全体像を描かれています。この黄色でですねこのデンプンの一部が描かれています。見てください。こんな感じでですねアミラーゼの分子表面にデンプンががっつりはまっています。 こんながっつりはまるんですね。タンパク質はがっつりはまりませんよ。えー、脂肪もガッツリはまりませんよ、えー。ここには澱粉のみががっつりはまるんですね。そういう形をしているんです。形を見れば何を食いそうかっていうのがわかるんですね。アミラーゼはがっつりと澱粉を加え込んでいます。そしてその加え込んでいるところで、今からこの澱粉をですね、プチッとちょん切って、爆ガトを2つに変えていきます。 この反応というのはですね、加水分解反応です。化学で習ったよということですよね。そうなんです。このアミラーゼの中で起こっていることも加水分解反応っていう化学反応なんですね。そしてそれがどのようにして行われているかと言いますと、この反応の現場ですね。ここをよく見るとこの加水分解反応の流れというのがきちんと理解されます。 この加水分解反応の現場である活性中心というところではですねこのタンパク質を構成するアミノ酸のうちグルタミン酸やアスパラギン酸といったものが一般酸触媒や一般塩基触媒となり電子を与えたり嗅覚攻撃反応を行うことによってこのデンプンの中にあるこの共有結合をぶっちぎってしまいます。そうなんですね そして、このデンプンをその現場にきちんと固定するためには、他のこのアスパラギン酸、こいつですね、こいつが水素結合でもってですね、この基質であるデンプンをここに固定している様子がわかります。このようにですね、酵素の反応、つまりアミラーゼがデンプンを爆芽糖に変えるっていうことそのものもですね、きちんと見ればですね、 やはり化学反応であり、えー、そしてこういうところには随所にですね、えー、物理の言葉が散りばめられるるとということになるわけです起こっている化学反応物理や化学の言葉できちんと説明できるこれこそがですねこの、えー、こういったタンパク質などのこういう反応ですねタンパク質が起こす反応の現場を見ることによって それが本質的に理解できるこの構造生物学の目指すところであります。構造生物学はこのようにいろいろな現象のですね、この現場を見に行ってその現象をきちんと理解しようとする学問です。このアミラーゼはここにありますね。先ほどのやつですね。 その他に、これも同時、ほぼ同時に習いましたね。ペプシンですね。え、で働く酵素で消化酵素でして、この場合はタンパク質を分解するんでしたね。なんでこいつはタンパク質なんでこいつはデンプンなんやろうっていうものもですね、形をきちんと見れば、きちんと説明ができるんですね。その他、先ほどのですね、スライドにもありました、筋収縮、あるいは免疫応答、 酸素の運搬やエネルギー代謝もですねさまざまなですねその現場が今明らかになってきていますこれ筋収縮なんですねアクチンとミオシンというタンパク質がこんな形でありまして ATP のエネルギーを使ってこれがギュッギュッギュッとこう力を生むんですねそうやってですね筋肉は収縮すると、えー、そしてこれは免疫応答で出てくる抗体ですね こういうい抗体がです、ね、体がの中でで産生されるんですもちろんいきなりワクチンがこの抗体に変化するわけではなくてこの抗体が生まれる過程にもいろいろなタンパク質が介在するのですがここには抗体だけが示されています。あるいは先ほど説明しましたこの光合成形あるいはエネルギー代謝のこの肝であります ATP をこしらえるタンパク質 これがどうやって ATP を作っているのかっていうのは、なかなか気になるところですね。興味があったら、えー、YouTube などで調べてみてください。あるいは、昨今、えー、巷を、えー、脅かしていますウイルスの構造も、このように構造生物学者の研究対象になっています。リポソームや、えー、遺伝に関わるようなあ、こういったタンパク質なんかもですね、 えー、たくさん構造が解かれていまして、えー、それぞれの興味で遺伝興味ある人ウイルス興味ある人筋収縮に興味ある人いろんな人がいろんな興味でそれぞれの研究対象の構造を解析しそして、えー、どうなってんのに筋肉が収縮するっていうのはどういうことなんだろうっていうようなところとかいろんな生命現象をそれぞれ明らかにしてきました。 えー、それはですねそれぞれの生命現象をきちんと理解したいというそういうモチベーションです。でこういうタンパク質はそれぞれこの生体内で働くマシンそれぞれの素子としてですね考えられていてここにはモレキュラーマシーナリー分子装置と書かれています。すそうなんですね。こういった装置がですねこう ATP のエネルギーで形を変えることによってですね 例えばあたかもですねそういったタンパク質が細胞の中ではひしめき合ってそしてさらにそれがですね組織化されていってですねこういう生命システムを作っています。 右にお示ししましたのがこういう不思議なピタゴラ装置のようなものですけれどもこのそれぞれの一個一個の装置がタンパク質でしてそしてそれらがオーガナイズしてですねこういった物質の代謝などを行っている様子っていうのをこれイメージしています。実際左側のののようにですねここれあるエネルギー代謝のところの マップでですすななんんんかか細くくてよく見えませんけれどもそうなんですねこんなにややこしいんだよっていうのを見て欲しかったんですけれどもちょっと拡大しますね真ん中の部分をこんな感じでですねこれはエネルギー代謝で有名なクエン酸回路 TCA サイクルっていうやつですねそこの部分をこれ拡大したところなんですけれども TCA サイクルにもですね いろいろなこういう酵素が働いていろいろな化合物がですね働いているっていうのが分かります。こういう化学物質がですねひしめき合ってそして組織だってこれがこう,うまいこと動いているっていうのが健康な細胞の中で営まれている生命現象ということになるわけですねすねごいですね。 人の体内ではですね約10万種類のタンパクがありましてつまり10万種類のマシーナリーがありましてそれぞれがその細胞の中でうまくこのオーガナイズしてですね組織化されてこの生命健康な生命というのが営まれているんですね。すごいです。そういうようなことすなわちタンパク質がどのような働きでそういう反応を行っているか。 そしてそれがどのように組織化されて生命というものができているのかということをですねきちんと分かりたいと思って研究するでそれがまあこの生命理学の考え方ですねすぐに役に立つ研究でなくてもきちんとした基礎研究を行い人類の知恵に貢献したいというモチベーションです知るとということです。 それ自体が素敵ででしてて極めて文化的であります、えー、知るということですね英語で言うとサイエンスですけれどもこれはラテン語のですねシエンティアすなわち知識知るということを語源にしています。そして、えー、さまざまな現象がですね、えー、理解できてですね そしてもしかしてそのどこかがおかしくなってしまってある病気になってしまうんだとしたらじゃあその知識を逆手にとってこうすれば病気治るんじゃないのっていう応用の種もその理学から生まれます。それがこの工学につなげる部分であります。分かったことが後々何らかの役に立つかもしれない。 ということ、それが工学につなげる可能性の部分であります。テクノロジーこれは古いギリシャ語のテクネ技ということとロジア学問ということ、技の学問ということですね。ということを語源にしています。この理学と工学というのはこの 表裏一体でありましてまさに神の裏と表切り離すこともできませんしどちらの方が優れているかというものを問うことさえナンセンスであります。これが私たちの生命理工の目指すところであります。では次にですねこの「公」の部分についてお話を進めていきたいと思います。 これまではタンパク質の形を知ることによってそのタンパク質が営む生命現象を本質的に理解するというこの理学的なところのお話をしてきましたがその知識を逆手に取れば、この応用研究としてはですね立体構造を使って新薬の分子をデザインするということが挙げられます。 左の方にこの構造に基づく薬剤設計の考え方を示しました。ある病気の責任タンパク質があったとします。こいつが悪さをしてですね何か病気になってしまうという意味です。そしてそのタンパク質の働きを例えば抑えることによってその病気があー いくなるということであればそういう化合物を合成するわけですね設計するわけです疾病のですね責任タンパク質がこのようにあるならばその分子の表面大事な部分にですね何かこうがっつりとはまるようなこういう分子を設計しますここにはですねこういうファンデアワールス半径ですねファンデルワールス距離で書かれた表面に こうピターっとくっつくようにもしかしたらここにはパイ電子なんていうものの強約が見えるかもしれませんね、えー、そういうような感じでですね物理の知識を使いながらここにがっつりはまる分子をタンパクの形を見ながら合理的に設計するということです静電的相互作用なんかもありそうですねそういうようなことをですね 物理の法則に従い合理的に考え科学的に合成するというアプローチですこのアプローチがうまくいった実例について2つお示ししたいと思いますエイズとインフルエンザですもしかすると皆さんの中にはこのインフルエンザの薬タミフルとかリレンザにお世話になった人いるんじゃないかなと思いますけれどもこれも実は構造生物学の 工学的応用の産物なんですお話ししましょうインフルエンザが細胞の中で増殖してですねそしてその細胞から出ていくときにこのノイラミンダーゼという酵素が重要な働きを示しますですので逆にこのノイラミンダーゼを抑えてしまえばインフルエンザが細胞から出ていくことができなくなり それはインフルエンザウイルスの増殖,に増殖の阻止に働きそしてインンフルエンザの治ここにはですねインフルエンザが細胞から出ていく時にこの CR3 というものをここに結合してですねそして細胞から出ていくんですけれどもこの CR3 の代わりにですねこのタミフルやリレンザがここに先回りしてドッキングしてしまうんですね。 そして CR3 入りたくってももはや入れなくなってしまいます。そういうような化合物をですね、このくぼみですね、ちょうどこの部分にはまるように合理的に設計したのがこのタミフルやリレンザです。よく聞きます。他にもですね、このエイズウイルスの増殖に働く酵素。 のこのプロテアーゼですね。これのインヒビターも、これはすでに薬として認められてですね。もうすでに臨床の場で使われています。A 図は昔ほど命を落とす病気ではすでになくなっています。こういうようにですね、タンパク質の構造を、タンパク質の働きを調べた上でですね、タンパク質の構造にこのがっつりはまるようなこういう化合物を 新薬としてですね、合理的にデザインするというところがこの構造生物学の応用展開と言えるでしょう中まとめです生体内で起こるさまざまな現象を駆動しているのはほぼすべてがタンパク質であります生体内で起こる現象を本質的に理解するにはタンパク質の働き、仕組みを知るということであります タンパク質の形、つまり立体構造を調べてその働きその現場で起こっていることっていうのをですね本質的に仕組みを知る学問っていうのが構造生物学という学問でして今お話ししてきたように実は生物学の一部ではありますけれども結構中身は科学や物理案って思っていただけたんじゃないでしょうか。 生体内で起こるさまざまな現象の解明を構造生物学は目指していまして、えー、すなわち大学ではですね、生物材料を使った物理科学という意味で、えー、生物物理科学という学問に大別されています。これがその教科書のうちの一つです。生物物理科学、超マテア。 えー、高等学校の理科の科目が3つとも入ってるやんという感じなんですけどそうなんですね実はこの学問は根っっこででつながってるんですね、えー、生物材料を使っているということが特徴ですが生物の中で起こっていることも当然ながら科学だしだとするならば物理の法則に従うからですありだよね、えー、生物物理科学という話になるわけです。 構造生物学によりさまざまな生命現象が本質的に理解できるっていうのが理学的な立場であり逆にそれを利用できればですね応用の種も生まれるっちゅうもんだというところが理工学のうちの工学的な立場になります。 えー、我々生命理工ではですね理学工学どっちが上かとかですね研究は役に立つべきかとかですね立たなくても崇高なのかということさえ私たちはその問いかけさえナンセンスだと思っています。さてそれでではいいよいよ本本題ですす私私の目指す構造生物学私が本質的に理解したたかったことは何なのかっていうお話に進んでいきたいと思います。 テーマは多剤耐性化の構造生物学です。モチベーションは、何で多剤耐性化って起こるのどうやって細菌は多様な薬剤に対して耐性となってしまうのっていうところです。そうですよ。病原菌、薬で、抗生物質で聞いてほしいですけれども、これ聞けへんかったら大変ですよ。聞いてくれやって話なんですけれども、えー、それが私のモチベーションです。 抗生物質は多くの感染症患者を救ってきたというのは事実であります1928年イギリスの科学者フレミングがですねピネシリンを発見しましたそして1940年代にそれが実用化されてそれ以来多くの抗生物質は多くの人命を救ってきたというのが事実であります 左側にですね日本のこの腫瘍死因別死亡率を縦軸に横軸に年代を示したグラフを示しました一番右が2019年になっています古くはですね結核や肺炎などで多く日本人は死んでいたんですがある時にそれが激減します 激減して今はほとんどゼロみたいな感じです、えー、そしてまあだんだんがんとか心疾患が増えてきたんですけれどもこの激烈な減少この減少こそがですねこの抗生物質のおこの、えー、貢献であります、えー、抗生物質が発見されてもはやあ細菌感染症では命を落とす人はずいぶん少なくなってきたわけです これちょうど1940年代で戦争の頃と重なったのでこういうポスターがたくさんあるわけなんですけれどもペニシリンが発見されることによってですね多くの命が救われたということがこういったところで歌われています。あよかったと抗生物質の発見によって最近感染症で人は死ななくなったんだと思っていたんですがところが最近ですね この効き目が弱まって薬が全く効かないこのスーパーバグというものが出現してきました。これやばいですよね。抗生物質が何も効かへんなるわけです。これほんとやばいですよね。そのやばさをですね、語っているこの様々なジャーナルのとかこのヘッドラインですね、ニュースのヘッドラインをこれいろいろコピペしてきましたけれども、 こういうサイエンティフィック・アメリカとかサイエンスとかですねネイチャーとかそういったような有名科学誌でそれらが取り上げられることは当然なんですが The Economist というようなこういう一般誌もですね When the drug don't work 薬が効かなくなった時ねどクロ書いてますね怖いですね死ぬしかないんですよ No action today no cure tomorrow えー今日アクションしなければ 明日の治療はないぜって言ってるわけですね恐ろしいですね、えー、そしてですねどん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 、えー、そういったようなあこの耐性菌がですね人命を最近すごい奪ってるっていうようなことがニュースで報じられていますこんなことも書かれていますスーパーバグデッリアザンキャンサープットケマ・テラピーイントゥ・クエスチョンプットイントゥですね、えー、スーパーバグ、えー、この耐性菌ですね 耐性菌は deadlier, より致命的であると。than cancer, c a n よりも致命的である。そしてそれは、ケモセラピー、癌の化学療法に問題を投げかけているということです。Yes, your cancer will be controlled, but then you may die of infection. はい、あなたの癌は、こう、そういう抗がん剤によってコントロールできるでしょう。しかしながら、 その後あなたは感染症で死ぬかもしれないということです。つまりもはやがんよりも将来的に感染症の方が恐ろしくなるということが多くのこれはブルームバーグですね。そういうところでも言われています。恐ろしいですね。どうすればいいんでしょう現在取れているアクションです。これは耐性菌を生み出さないあるいは広げない努力です。 ここサミットの写真が書かれていますね、えー、大阪で行われた、えー、2019年でしたかねのサミットです、えー、対面で行われてましたねこの頃は、えー、この頃のサミットそしてその前もそして最近行われたものもですね必ず議長声明にですねこの共同声明にですね薬剤耐性化に対して各国が取り組みましょうねということが必ず最近盛り込まれるようになりました えー、そして、えー、そのアクションの一つとして政府主導でですね耐水菌の対策が、えー、打たたれるようになりました、えー、抗生物質で、えー、か風邪は治りませんよとだからお医者様もそのみだりに抗生物質処方しちゃいけませんよとあるいは患者さんは抗生物質出してくれと言っちゃいけませんよということです。あるるいは感染症が疑われる時にですね 抗生物質が処方されたときには、きちんと飲みましょうねという指導がなされるようになっています。それは生み出さない、広げない努力です。キャンペーンなんかも打たれています。これは広げない努力なんですが、やはりここで、えー、取りたいアクションとしては、出てきてしまったものをきちんとやっつけるというアクションです。そのためには、ですね、やはり薬剤耐性化、 というものをですねやはり本質的にきちんと理解するべきではないのだろうかと私たちは考えますそしてそれがきちんと分かりさえすればですねもしかしたらその知識を下手に取れば根本的な解決法が見つかるかもしれませんそういったモチベーションで私たちは研究をしています多剤耐性化の構造生物学というわけです多剤耐性化の本質的な理解を目指しています 薬剤体制細菌が薬剤耐性になるメカニズムというのは複数知られるのですがここに示していますが薬剤分子をそのものを分解してしまったり酵素的に分解してしまったり薬剤が細胞内に持つターゲットに結合しなくなったりあるいはターゲットを増やすことによって対応したりというようなそういったいろいろなメカニズムが存在するのですが あるいはこの薬剤が入りにくくなるように細胞壁が分厚くなったりとかですね何かを分泌するというようなこともありますが私が着目しているのはこのうちこのここに囲みました排出トランスポータータというものでありますこの排出トランスポーターというのは細胞のエネルギーを使って細胞の中で薬効を発揮しようと思っている薬剤を能動的に菌の外に排出してしまうという働きを持ちます。 そうすることによって薬が効かなくなってしまうんですねさらにこの薬剤排出トランスポーターのうちの多剤排出トランスポーターと呼ばれるものは実はそれだけで多剤を排出し無効にできるっていうなんでと思われるそういう働きを持っていますワクワクしますね何がワクワクするかというと思い出していただきたいんですがこれです アミラーゼですね。アミラーゼは澱粉をバクガ糖に変えるという話が出てきました。あるいは、ペプシンは胃の中で、えー、タンパク質を分解する、なんていう形でですね、えー、それぞれの酵素、それぞれのタンパク質っていうのは、その対象が結構決まってます。アミラーゼは澱粉をバクガ糖でした。他の仕事はほぼしません。 ですので、このタンパク質とその基質、この場合、澱粉ですね、そういうものが割と鍵と鍵穴の関係、1対1に例えられているのですが、実はですね、この多剤排出トランスポーターというトランスポーターは、その例外にあたります。この多剤排出トランスポーターが排出できる薬剤の形を見てみましょう。これなんですね。さまざまな化合物、薬剤、 こんなにあるんですよ。この辺にあるのがペニシリンですね。そしてこの辺にあるのが、えーえー、っとマクロライド系の抗生物質、えー。この辺がキノロン系の抗生物質。この辺は、えー、テトラサイクリン系のは抗生物質。といったようになります。この辺はセフェムだとかいろいろあります。いろんな抗生物質あるんです。これよく見ていただきますと、 形それぞれぞ違いますよねこんななんか割とシンプルなものもあれば割と複雑なものもありますなんか亀の鉱が多いなぁとか思いますけれどもこんな直射状のやつもありますこれ全部気質なんですよ。それってなんか一般的な酵素と気質の関係とこれ違いますよね。ななんんででそんなことできんのっていうことが非常に、えー、面白いと思いました。 そしてそのことそのものがですね全ての構成物質が効かなくなってしまうという問題の根本そのものだったからです。なので私はこの「多剤排出トランスポーター」の構造生物学がやりたいと思ったわけです。さてこの「多剤排出トランスポーター」の構造生物学をやるにあたってですね取るべき手法というものをここにお示ししました。 原子レベルですねつまりタンパク質を構成している分子のそのタンパク質の分子の中に含まれている原子をですねきちんと見たいとその現場を見に行きたいと原子が見えるぐらいのレベルで見に行きたいということになったときにどういう技法が使われるかというとこの3つになります。磁気共鳴法、X、線結晶構造解析 低温電子顕微鏡法というこの3つがですねこの中でですねこの中央の X 線結晶構造解析というのが最も主力な方法でしてでも最近はですねこの電子顕微鏡法というのがどんどんトレンドになりつつあるところです。 軽くご説明しますとこの X 線結晶構造解析法では、えー、観察したいなと願っているタンパク質を結晶状態にしそしてそれをシンクロトロン放射光ですねを照射することによってこのように解説像というものができるんですね極めて物理ですねそしてこの解説強度をですね計算機の中に持って入ってですねそしてそれを フーリエ合成することによって、この立体構造が出てくるんですね。極めて数学的ですね。こっちもなんですよ。この低温電子顕微鏡法はですね、この顕微鏡でこういう実像を得るわけですが、 ここからこの立体構造を得るにはですねベー,ズベーズ統計を使ったですね解析方法を使うんですね。そしてこの核実気共鳴法もですねこの得られたデータはですね核オーバーハウザー効果とかですね極めて物理的ですねそういう方法を使ってですねこういった立体構造を解析できるわけです。 えー、そして、えー、この解析する対象は、えー、この生体分子タンパク質でありますしあ解き明かしたいことは生命現象なんですうーん生物学なんかななんか物理だったり数学だったり大変ですね勉強していることどれも無駄になりませんよみんな頑張って勉強に取り組んでください面白いことがしたい時にはですね全ての勉強が必要になります 私たちはこの X 線結晶構造解析の手法をとりまして世界で初めてこの多剤排出トランスポータータというものの構造を解き明かしましまた大腸菌由来のタンパク質なんですが ACRB という名前のタンパク質ですこれが細胞膜の横から見たところで薬剤がこっから取り込まれてこっちに排出されるというところがこの構造をもとに明らかになってきました。 ここれは分子を上から見たところです。3つのタンパク質が合体してそれぞれの働きがこのように取り組み排出結合などといったような今日は詳しくはお話ししませんがどういうような働きで薬剤が排出されるのかということが明らかになってきました。これは世界初のですね業績ですので有名な科学雑誌「ネイチャー」誌のですねこの表紙を飾る業績となりました。 そしてさらにですねこの ACRB という排出トランスポーターの分子の中にですねこの抗生物質ミノサイクリンが結合しているところあるいは抗がん剤のドクソルビシンが結合しているところ ななどなどをです、ね、解析することによって一つのタンパク質がどのようにして多様な薬剤を結合し排出するのかという仕組みを明らかにすることにも成功しましたこれらを発表ししてきましたさらにこのタンパク質はですねそのような働きはどこからエネルギーを受けているのかといいますと実はこの細胞膜を介して存在する プロトンの濃度勾配の電気化学的ポテンシャルエネルギーを使うんですがこのようにプロトンが流れ込んで細胞質側に入っていくそのエネルギーを使うんですがその流れ込みのエネルギープロトンのエネルギーによってタンパク質が構造変化をきたします。まずはこのプロトンの流入によってこの部分が構造変化をしその構造変化がこの出っ張った部分に伝わっていきます。 この出っ張った部分ではいろいろな仕事がなされます。それを詳しく見るために、このタンパク質分子を構成する原子のファンデアワールス半径の表面でこの分子を包んでみました。こうなります。半透明の緑色のローブで包んでみました。 こんな感じですね。平均化されたファンデアワース半径でこれを描いていてます。半透明で描きましたのでこれ中身が透けて見えていますけれどもところどころ濃い緑色で見えているところは実は分子の内部にある空洞が見えているんですね。うん言うなればまあちくわの穴のような部分ですね。ちくわの穴の内部っていうのも言うなれば表面ですよね。ですのでそういうところが表面。 表面としてこの濃い色で見えているというところです2枚目の表面として濃い色で見えているということですえこんな感じでですねこのタンパク質の動きをこの表面のこの表現とともに見ると面白いことが分かってきます、えー、この辺から抗生物質が取り込まれてそしてこれがニューッと排出されていくとでサイクルでまた戻ってきますが取り込んでは排出しと いうような我々のこの消化管におけるこの全動運動のようにですねこっちから薬剤を取り込んでそしてこっちに排出していくというようなあ動きまさにポンプのような働きがですねこの分子の運動としてですね、えー、見て取れたわけですうんまさにモレキュラーマシーナリーですね そしてこのポンプのようなマシーナリーはですね。細胞の中ではこのように外膜チャンネルとアダプタータンパク質という他のタンパク質と合体してこのように存在いたします。上から見るとこんな感じで、ここはちょうど筒のようになっているんですね。ポンプの上に繋がった。この煙突のような。 そういう働きを持つタンパク質がここにつながっていまして、このポンプによって排出された構成物質が、この排気管のような煙突を通って、筋体の外にまで排出されてしまうという仕組みがきちんと分かってきたわけです。うーん、いろいろ分かってきました。 私たちはもうこれを長い間研究していますけれども他にもですね臨床の現場で問題となっている肺炎肝菌であるとか緑膿菌といったそういう病原菌由来のものやあるいはプロトンのエネルギーの代わりに ATP の下水分解エネルギーをエネル駆動エネルギーとして使うこの類炎タンパク質の構造なども明らかにしてまいりました。 えー、他にもですね、えー、こういったものもあるんですがここの部分まだ構造わからないんですね私たちも頑張ってるんですけれどもまだまだ未知のこと、えー、チャレンジをしないといけないところっていうのはまだまだ残っていますだからこそ面白いですね、えー、しかしこういう感じでですねいろんなことが分かってきましたいろいろと深く深くそして多くの知,知恵が集積してきました集まってきましたまだ分からんものもありますけれどもだいぶ分かってきましたでそういうものをですね 私たちはこういう形で論文や新聞などで発表していくわけですね。東結晶構構造を解析耐性菌の薬剤排出機,構機,能排出機構ということでですねこういうようなものが明らかになりましたよなんて新聞で発表したりするんですねそうしますとですね共同研究が申し込まれてきたりとかします。 そのうちの一つはですねインドにあるスタートアップベンチャー企業ですねのバグワークス社なんですけれどもそこがですねこの多剤耐性菌にですね有効な抗生物質を開発しているんですが私たちの研究の知恵をですね使ってですねなるべくこの耐性化が起こりにくいようにですね新薬の分子を設計すると。 いうようなことに使われてたりもします。えそしてその薬剤はですねついにですねフェーズ1の臨床試験に入りました。誇らしいですね嬉しいですね、えー、ついにですねもうほんの少しですけれども私たちの研究の知恵がですね盛り込まれたものがですね薬として社会に出てそしてそれが顔を見たこともないような人の命を救うようなことになれば。 研究者明理につきますねそういうような感じで私自身の研究室からでなくても、えー、世界中の研究室との共同研究によって、えー、研究は発展展開していくのでありますまあ、当然こういうときにはですね英語を使わないといけないですね英語も勉強しとかなきませんよそういうことでですね、えー、数学も物理も科学も実は生物学に必要なんですね そういうことがまあ、もう一つのメッセージとして伝わってくれればなと思っていますま私たちは基礎を目指してですねそういう研究をしてきました生命現象はですね多くのタンパク質の働きによって駆動されています生命現象の理解のためにその現場であるタンパク質分子の構造形を見て仕組みを理解しようとする構造生物学という学問があります私がそれをやっています 構造生物学は生物材料を対象にした物理科学でありまして生物物理科学という基礎分野であります。基礎をじっくり研究し人間の知恵の蓄積に貢献するとともに応用の種を生む可能性もあります。基礎は応用の種を生む可能性があり役に立つものを作りたければ基礎を学ぶことが必要であります。 熱力学や電磁気学などと並びですね、生命科学は次世代の産業を生む発展目覚ましい学問分野だと思います。熱力学は蒸気機関を生み産業革命を起こしました。電磁気学は集積回路やあその他ですね、コンピューター社会、情報社会を作りました。生命科学はですね、これからだと思います。 我々の健康や長寿、福祉に関わること、あるいは食品やこの環境に関してもですね、やはりそれらは全て生物が絡むことです。ですので、それらを本質的に理解し、応用につなげていこうという学問、生命科学というのはですね、極めて重要であると私たちは思っています。東光大生命理工学院は、生命の理、すなわち基礎を学ぶとと,ともに、 応用に展開することも両方できるそんな素敵な学院だと私たちは思っています健康や医療分野に関わるのは医師や薬剤師だけではありません基礎科学者も大きな役割を演じますそれは体の中で起こっていることは科学や物理の法則に従う現象であり その理解が治療薬や診断法の開発につながるからです私たちの成果が世界中の何百万何千万の患者を救うことになるかもしれない新薬の種を生み出すことにつながれば研究者妙利に尽きるってものですまた健康医療分野以外にも環境や食料問題もすべて生物が絡むものです今後。 生命科学はますます重要になっていくと思いませんか